パソコン講座ストレージ編。じゃあ3弦目始めるぞー。授業時間1分で覚えろよ。まず基礎知識。ストレージは電源を落としても消えないデータのことだ。大まかに SSD と HDD で分かれてる。違いは何？ SSD は高速で高価。HDD は安価で SSD より遅い。ちなみに容量ってどれくらいがいいの？メインデータは SSD で 512GB か 1 テラ欲しいね。あと用途によってはデータ保存用に HDD で適用買えばいいと思う。せめてメインには SSD で 256GB ないと話にならん。ちなみに予備知識として SSD には SATA と M.2 の2種類があって、 M.2 の方が高速だから選べるなら M.2 を選ぼう。